ヤマト型戦艦に関連する作品の一覧は、ヤマト型戦艦に関連する作品の一覧である。ヤマトは日本の別名である、ヤマトにちなんで命名された、史上最大の排水量を持つ戦艦であり、攻撃力、防御力において、当時世界最強といえる戦艦でもあったが、主力兵器が航空機に移行する中、本来の目的である。 艦隊決戦で活躍する機会を得られず沈没したことや、大日本帝国海軍水上艦隊最後の戦闘を行ったことにより、現在においても日本人にとって戦艦あるいは日本海軍悲劇の代名詞となり、軍事や歴史に興味がないものに対しても知らないものがいないほどの認知を得ている。そして、多くのフィクション作品にも登場することになった。一方、 ヤマトに関する研究、調査も数多く行われており、戦艦ヤマトそれ、自体を取り上げた、文学、映像などの作品も作成されている。通史建造記録図面集、写真集、証言集、海底探査記録戦記、ラスト集映画、テレビドラマ模型クレシカイジ歴史科学館の1、10戦艦大和ゲーム小説映画アニメ、特撮テレビ番組、SF テレビドラマ、 漫画通信剣造記録会翼六千期、取材記録記録映画ゲーム小説漫画、アニメ小説漫画アニメゲームアニメあまりにも巨大な、幻草始を生成したため、隠蔽しきれなくなるとして、仲間の一人、オフィエル・ハーバートから電話口で叱席された。しかし、当の萩トは、私の最高傑作の戦いぶりを見届けるだけと聞く、耳を持たず、越に入っていた。ヤマトを生み出したことで、 ハギとはエーテルを操る能力を失ったと設定されている。超巨大反応が市街地に向かっているというのが出撃の理由になっており、アークス側はあくまで一般市民に危害を加えかねない巨大な幻草種としか認識していない模様。お知らせ、幻はじめ戦艦、ヤマトについてのご説明、ファンタシースターオンラインにプレイヤーズサイト、ありがとうございます。